一つの惑星が死んだ。直径200キロの隕石が地上の動物を完全に抹殺したのだ。これはその星の動物たちを救うためにたった二人で戦った少年と少女の物語である。私決めたわ。え？大きくなったらケン、私のお婿さんにしてあげる。え？今なんて言った？ケン、もう一度だけ言ってあげるけど、今度聞き逃したらあんた死ぬまで後悔することになるわよ。いい？ケン、あんたは心が優しくって健康で笑顔の可愛い、そりゃあもう申し分のない赤毛の美人と将来結婚することに決まったの。ケン、私のお婿さんにしてあげる。どう？どうって言われても、もう決めちゃったんだろ。ケン、私あなたを一生守ってあげる。一番大切にしてあげる。ありがとう。さあ、こっちを向いて、ケン。約束よ。今から思えば、子供同士のたわいもない約束だったと思う。リンダがこの約束を確かめたことは、その後一度だってなかったし、俺だってそうだ。当時の俺たちと来たら、結婚の意味なの分かっちゃいなかったし、まして10年後、その約束が特別の意味を持つことになるなど、知る由もなかった。ただあの時から分かっていたことが一つだけある。結局のところ、俺はあの赤毛のジャジャ馬が好きなんだ。多分世界中の誰よりも。リンダ Q。いつまで食べてんだい。また遅刻しちまうよ。本部の裏に住んでるくせに、タイ一番の遅刻王って噂だね。父さんも天国で泣いてるよ。母さん、大事な相談があるんだ。何よ、改まっちゃって。例の箱舟のことなんだけど、男の乗員がまだ決まってないんだよ。それで俺さ、私のことを心配して迷ってるとしたら、あんた大バカだよ。たった一回こっきりのあんただけの人生なんだ。好きなようにおやり。でも母さん、俺はさ。はい。あ、はい、すぐ行かせますから。え？いやね、ベン、おばさんをからかわないでよ。隊長からよ、本部の2階の会議室まで駆け足で来いって。
さてと、遅刻の王様もご到着のようだから、早速本題に入るぞ。ほら、ケン、お前の席は俺の目の前のここだ。さっさと座れや。会議の趣旨は分かっていると思うが、簡単に説明しておこうか。箱舟の男性乗組員1名元、経験不問、一切の保証なし。我と思わん者は手元のボタンを押してくれ。強制はしない。以上、説明を終わり。妨げにならない範囲で県に協力すること。以上、解散。ケン、何ぼーっとしてやがんだ。今頃になって悔やんでももう後の祭りだぜ。さあ、気が変わらないうちに箱舟に行って乗員の登録を済ましちまいな。なんだって。女の私でさえ2レベルなのよ。私のナイトとしてははっきり言って失格ね。せめて3レベルは欲しいわ。可愛いリンダさんのためなら3レベルくらい楽勝よね。とにかく3レベル。分かったわね、3レベルよ。それまでは絶対私に近づかないでよね。じゃあよろしく。先に行ってるわよ。ごめんなさいね、ケンちゃん。うちの娘ったら昔からいつもあなたにばかり面倒かけて。頼むわね、ケンちゃん。たとえどんなことがあってもリンダを守ってやってね。お願いよ。リンダからのメッセージを伝えるね。102号室で待ってるわよ。だってさ、覚えたかい？兄ちゃん、あんな可愛い彼女がいて羨ましいな。
私はアナビス。肉からなるものとその母が皆絶やされようとしている。私は丸太で箱舟を作り、その中に部屋を作り、チャンを塗った。あなたたちの中から若き男女の一つがいを募り、箱舟に入る。また清き獣と清くない獣と鳥の一つがいずつを取り、それらが生き残るようにせよ。てなとこか。